お疲れ様です。今日はですね、環境おすすめデッキトップ5やっていきます。さあ、まあ新環境になってだいぶ時間は経ったんですけど、まあ新カードも出ましたし、まあ新限界突破ゴブリンドリルも出たというわけで、まあだいぶね、環境も変わったというわけで、おすすめデッキをね5つランキング形式で紹介できたらなと思います。まあ現環境いろんなデッキが流行ってるんで、まあなんか難しくはあったんですけど、まあ俺的はい感覚でつけました。順位参考になればなと思います。いきましょう。さあ、第5位こちら、アチャクイロイフですね。まあこれはね、俺が大好きなデッキですね。このデッキが5位かよって感じではあるんですけど、まあなんか環境の強さとか、まあいろいろ他のデッキのなんか良さとかを加味しての、はい、5位です。はい。まあ一昔前にね、だいぶ流行ったデッキですね。まあ流行りすぎてたかな。本当にこればっかだった時代もあったんですけど、まあ今はちょくちょくいるって感じですかね。ボイドがね、ちょっとメタですかね、このデッキに対して。なんかアーチャークイーンも大砲もボイドにしばかれやすいんで、まあそういう部分での5位ですね。そうクエイクホグね、痛いね、痛いの。えザップよ、待って、え珍しくね、ホグザップね。さあホグ対、ロイホグですね。まあ基本的にロイホグ飛ばしとけば強いですね。行っちゃってもいい。なんか初手の序盤のロイホグってね、結構ダメージ入るんで、飛ばし毒なイメージありますね。で相手はペッカと、まあ、基本的にアチャクイと、まあスケアイスピウッドデリー、この辺で高回転で、ね、無限に回るんで、まあ守れたら楽かなっていう。危な、本当はこれね、なんかもうちょっとオッケー、アチャクイよね、これ。延命できてんのがでかすぎるっすね。さあ、これが、高回転の強さですね。ワンチャン？もう一回消えれても強そうではあるが、ギリ間に合いそういなかったんでね、さあ、消えなかったんですけど。いや、これ、ロイフいっちゃっていいんじゃね？ゴブリン咲いたペッカしかいない？おぉ。いや、でも、いけ。いや、これ、スケ追加、いっちゃってもよかったかもね。ひよっちゃったわ。ミラーペッカホグミラーね。ゲスト、まあ、このデッキは高回転なんで、まあ、スケアイスピ進化がね、無限に回ります。はい。まあ、それが強みかなと。進化スケ、一応大砲。まあ、ザップ、トルネザップなんでね。いや、でも。うっと。読みで打っちゃってもよかったかもね。まあまあまあ。さあロイホグね、強いです、強いです。なんかまあセパレートしてもいいんですけど、まあ別に単体固めても強いですね。相手がメガナイトとかそういうのじゃなけりゃ全然固めちゃっていいかなと。でまあ対ペッカーとか、まあ、ペッカー以外基本的に何でもなんですけど、もうね、大砲を先に置いてください。これ大事です。というかこれをしないと多分止まんないです。はい、なんかもう大砲置きまくってください。これアチャクイもいないんで、今マジ守れないんで、普通に大砲置きまくって置きまくって置きまくってください。はい、そうするとね、なんとかなります。でデリバリーとかもね、高回転で回るんで、ほんと重要なのは先置き大砲をすることですね。意外とこういう施設って置かない人もいるんですけど、このデッキは大砲はもうトリマー置いて貯めとかないと守れないんで、基本的に大砲置きまくるのが大事ですね。まあテスラとかボムタワーとか、まあ、変えてもいいんですけど、まあ大砲で十分かなと思います。はい、続いて第4位こちら、アウプリコガツです。はい、さあ枯渇ですね。そして進化ゴブリンバレルというわけで、まあダガーガールがね、下方されて進化バレルもだいぶ強い、まあ強すぎないね、はい、ちょうどいいぐらいの強さなんじゃないかなと、言ったとこですかね。はい、プリンセスタワーとブラスターにはものすごく刺さります。そして、あとはプリンスが強化されましたね。はい。まあ、一回加工されましたけど、その後。まあ、全然強いね。はい。まあ、プリンス事故も起きるし、まあ、バレルでね、より枯渇要素も増えましたってわけで、まあ、結構強いよりな、はい。人気なデッキの一つだと思います。まあ、バレル適当に投げまくって、まあ、進化をまず、回しますか。進化回して、まあ、あとは適当か。
まず進化バレル回したいね。え、俺の吹きはマジサボり癖えぐ。これ良くないですよね。痛くね。トリトンって線も削るらしいね。で、ボーラースケ、おお。ウッドワンチャン来るかな。さあ来ない。まあこれは俺左削られてんで許容していいな。大体ボーラーをね右に出したいと思うんで、左にも攻めちゃったりしてね。エルキー、ガル、ガルちょっと強い。はい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 、からのもう一発。さあナイス。相手はなんだかボーラールイジャイ。そんな戦術があったのかっていう話なんですけど、ボーラーフェニロイジャイですね。いやー、さすがにウッドあるかな。ワンチャンない。マジワンチャンないけど、ボーラーで一緒にね対応されるの嫌なんだよ。まあまずは進化をね貯めます。タルありましたね。この進化バレルって両サイ攻めると思うんですけど、このデッキだとねアウトローのボーイとか、まあ、プリンスとかナイトとか結構盾役がね多いんで、その進化バレルもより生きてきますよねって話なんでね。さあ進化ナイト進化バレルもあった。いやボーラー裂いてくれたらさめっちゃ強いんだよな。嘘みてえな。怖い怖いのが。まあここっすね、行っちゃってもいいかもね。まあでもタルババあったんだよ。さすがにタル使うよな。どっちかエレキも使った。めっちゃきつそう。いや右俺ロイ来られても怖い。一応守るか。いやいいね、ぶっ刺さりからの結構頑張りすぎてはいる。で俺1100これ守りたいな正直。相手タルババなんでね守れそう。ギャングまで出してもいいが、ういライトニングね。でこういうのねちゃんとね延命してあげると相手視線うざいですよねと。さあ耐えていきます。まあなんか進化バレルマジ強いね。普通に相手視点はフキアもいて、プリンセスもいて、ギャングもいて、アウトローもいて、なんならプリンスの突進とかにねウッドも使いたい。でバレルが2個ある。どこにウッド使えやねんってなっちゃうんで、結構ほんと自己要素高めのね、枯渇デッキになりましたね。続いて第3位、こちらロイヤルジャイアントです。はい、さあ進化ウィザードロイの今回はタワーがですね、はい、ブラスターです。でまあこちらのロイジャイはですね、みかんさん、はい、高回転の生みの親坊やでさえ、みかん坊やさんが考えたデッキですね。はい、なんとロイジャイにボイドが入ってるっていう、しかもブラスターで対空はウィザードだけ。まあ、だいぶなんか尖ったね、まるでみかんさんかのようなデッキですね。はい、これめっちゃ強いですね本当に。世界上位で流行りまくってる、世界まあ流行りまくって、まあ普通に使われてる、だいぶね、はい、人気な環境デッキの一つになりましたね。すげえな本当に。環境デッキを作るのがすげえ、てかそれが流行んのもすげえ。はい、まあみかん坊やロイジャイね、やっていきます。でまあこれは基本的にロイジャイをぶん投げまぐ殴ってもいいかもね。ぶん投げまくって後からトリトン防衛とかでもいいし、まあ、ちゃんと一回守ってもいいと。でドリルはブラスター2発と、ウッドで仕留めれますね。マイティいたっすね。マイティロケコトルネとかか。ああ。まあ俺してマイティがちょっと嫌ではあるが、トリトンで引っ張っちゃえばいいか。で、ゴブリンドリルはゴースト当てて、ウィザードはまあ正直一回も出さなくてもいいかな。暇だったら出してあげようかぐらいでいいんじゃないかなと思います。で、ロケホー。これ攻めてもいいかもね。相手視点、ああ、え、最悪、いけ、ゴースト、あっつい、えらい、そのゴーストやばすぎる、え、弱すぎる。強いぞ。さあナイス。
えい、まあ、このダメでも十分ですね。正直これ相手のドリル守んのイージーなんで。負け筋はまあロケット砲士の拡散花火パチパチ大会って感じか。まあ、あとは攻め取るねからの無理やりロケット砲士もあるっすね。はいはい、痛いねそれ。もう俺は早めに、てかこれ左ロイジャーも行きたいね正直。まあ、右でもいいんですけどね、左でもいい。でウッとしてあげてね。いやーこれ相手右視点も嫌ですからね。頑張って回しましたね。で左もう一回行っちゃってね、マイティ使っちゃったね。ウィザードとかにしちゃう。こんにちは、はじめましてーっつって。でまあロケをもしばいてたまたまエツ君引いちゃって、おい強すぎるんだろ、えぐないっすか強すぎん。はい、これみかん坊やデッキですね。マジ強いっす。強すぎたので、まあ、もう一戦いっちゃおう。相手は今回ダガーガールっすね。なんかラバとかも意外とウィザードとブラスターで止まったりするし、まあ、バルーンもねそのブラスターが強いんで、またボイドっすね。意外となんとかなるっていう、本当にね弱点が少ないっすね。ボイドのおかげで結構何にでも勝てる可能性のあるデッキですね。はい、ロケット星か、嫌いだな。この辺で近畿できねえかな。できんかった、最悪。近畿もできねえしダメージもあるし最悪や。お、ゴースト一発いいね。さあペッカかな。ちなみにペッカはちょっとだけまあよろしくなかったりするんですけど、意外と勝てます。はい、いやペッカじゃねえかもな。何がいたっけ、ゴーストユノレイジか。ペッカじゃねえことあんのかな。さあ近畿成功、レイジまで使ってくれてんで、これでいくと相手視点はちょっときつそうで、スケでこれねトリトン延命してあげて終わりです。グッドゲームです。これトリトンまで行ってあげて、止まんないっすね。さあ、まあ、ペッカも、まあ、こういうのでボコボコにできたりもします。はい、意外とね慣れてしまえばそんな相性もね悪くないんですよ。まあ、負けますけどね全然全然負けることもあるんですけど、そんな超悪いっていうほどでもないですね。さよなら。こんなのも余裕で止まっちゃいますね。まあ、高回転でね、まあ、トリトンスケレスピゴーストもあるんで1本取れてしまえばあとは守るだけね。まあ、ユニット重なってしまった時の、まあ、ボイドが腐るぐらいですかね。まあ、でもロケ砲なんで刺さりまくり。来るぞフルブッパが。でもこういうのはねもう後ろに置いといてあげればいいんですよ。ペッカさよならっつってね、かわいそうすぎる進化工場弱すぎる。こう見るとさあもう許容してロイジャイでフルカウンター、ペッカもボコボコにできちゃいますよ。のロイね、うわすげえないいデッキすぎるわ。まあ、進化ウィザード強いね。限界突破でもトップレベルですね。さあ今日の運勢は、はい、いつも通りと。というわけで第3位がみかんさんの開発したロイジャイですね。続いて第2位、ゴブリンドリル。さあ進化ドリルですね。まあ強えわ、結局進化ドリル強えの弱えのどうなのみたいになってましたけど、まあ結局壊れでさえ、まあ、かつ進化テスラもまだ強いし、あとはね少し前に登場しました新カードのダイナマイトゴブリン、これもね優秀ですね。
ゴブリンの呪いと、まあ、ゴブリンマシンは正直そんなもん使われなくなりました。てかほぼいないかな。マジでいねえな、うん、今日も一回も当たってないか。そう、弱いんですけど、ダイナマイトゴブリンに関しては意外と万能で、まあそれこそペッカにも入ってくるし、ジャイ、ロイジャイとか、なんか、はい、生き残りました。加工されて、こいつだけ。まあ、鳥もなんか、陸流しとけ強いんでね。で、爆破のダメージも高いんで、意外とその爆破でね、対空処理とかもできちゃうんで、ポイズン打たれそう。やめて。後ろすぎん？だー、入りすぎだろ。相手も同じようなデッキだな。てか同じかもね、これ。いけ、入るよ。いやー、面倒。ミラーはねー、知らねえ、適当。ふふ、走る。縦線よ。これ出た。ゴブリンのパターンと縦線のパターンがあるんですよ。あとはスケのパターンか。3パターンあるんですけど。まあ、それの縦線を引いたって感じかな。やばい、隙が痛すぎる。この1倍のダメージがよろしくなさすぎ。ハゲ太郎や、マジどうすんのこれ。こっからの追い上げの方法としては、まあ、進化ドリルポイズンをお互いにどれだけ美しく守れるかね。ああ、もうテスラ置くなよ。ふふふ、置いちゃった。あとはダイナマイトゴブリンも8枚追加とか来るんで、これ。いやー、ドリルをゴブリンで拾えるかな。これ絶対進化ゴブリンなんだね、ここ。行っちゃおうかな、先に。守りたくない、守れない、無理。はい、でポイズン打っちゃって、よし。どんぐらい、あー、まずこの後ドリルポイズンいきます。いやー、これマジ強いんだね。さすがに手前か。よし、で押さえて押さえての、いやー、どんぐらい入ってんのか分かんねえな。いや、入りすぎだろ。本当にさ、よくないよな。でも俺はまだ諦めてないです。横大地、追加のダイナマイトゴブリンとかもやっちゃったり。え、待って、ダメージちょっとずつ追い上げてない俺。本当にちょっとずつね。これ手前だったら、あ、本当だ、敵の位置なの分かるようになってる。右はさすがに強いか、これ痛いけどね。いや、あるんじゃないのお兄ちゃん。進化ドリル来たよ。あいつるときはね、我慢か。これ分かんなかった、今。いや、腐ってる、それ。あんすぎる。これ耐えました。ちなみに。
うわい、ま ま、全然もう進化ドリルの防衛に一生懸命なりすぎて怖すぎ。ミラー対決でしたね。まあどう進化ドリルをいかに最低限でね、ダメージ減らして守れるかが勝負の鍵にはなりそう。いやでもマジ投げるだけ強いんでね、ダメージ完封とか無理なんで、はい、トリマ投げときは勝てるデッキです、はい、ドリルね。そして最後第1位はこちらね、エリゴルレイジー、はい、第1位です。本気です。現環境最も勝ちやすいかつ強い、本気で強いっすねこのエリゴレ。で、あと一つ注目ポイントがあって、タワーダガーです、はい。ダガーだいぶ加工されて弱くなったんですけど、なんか、ウォールブレイカーとかゴブリンバレルに対しては強いんですよ。で、そこを無視できるっていう、エリゴレはやっぱ無視したいので、形組むことを優先してバレリア、ウォールブレイカー全無視してダガーに頼って、気づいたらサンクラ取ってるみたいな、やっていきます。本気で気づいたら勝ってます、はい。か、気づいたら負けてます。それがエリゴレです。迫撃か、まあ、雑に耐えて、これダガーでさ、あーまあまあ無視できそうではあったが、まあ、ひとまず進化ウィザードを貯めてもいいですし、なんだろうね、なんでもいいな正直。うん、美味しいね。まあウィザードが強いんでね。でこの相手もね、進化ウィザードいるかもしんないな。最近迫撃ウィザードみたいなデッキがねあるんですよね。まあ後ろからエリゴレでもいいし、まあダクネやねスキキン咲きながらの始まりゴレでもいい。正直まあどっちだっていいか。まあ、もうな、試しような。行ってみるか。ふふふ。はい。いや、でもこれでさ、恩恵して、フルカウンター来て負けんのか。このソウルコールによって。よっ。進化迫撃がね、マジで嫌すぎる流れではあるが、まあ耐えたか。耐えた耐えた耐えた。でかっ、ファイボーウッドだったか。事故るんじゃないの、また。さあ、進化助もあります。槍ゴブコウモリみたいなデッキだったな。さすがに耐えて、もう絶対できつくない。いやー、ファイボーちょっと強いなー。でもやだめネームも悪いでないとか。いやでもダガーちょっと強いんだなこれ。おお、勝てそうだなマジ。ネチネチいくか。いやスケキンダクネでエリゴレでファイボー打ったらウィザードか。ファイボー打ちたそうで、ああいうのはねもうボイド打っちゃった。うまい、ボイドキア。あ、でも飛ぶんだよ。で、ウィザードとか添えて、エリゴレも追加して、さすがに止まんないよねー、つって。終わってる、エリゴレ。えぐいな、形組んで呪文打つだけなんですよね。はい。最強です。誰が使っても壊れます、このデッキは。本気でナンバーワンです。エリゴレが欲しい。エリゴレが欲しい。ダガーだからめっちゃ来るやん。やべ、ダガーの弱点出されてる。ああ、これあれあれじゃね、エリゴレじゃねえわ、
メガナイト枯渇か。なんでまあ1枚耐えれねえな、耐えさせてくんねえな。いやもう今だけね相手してあげんの、こっからは相手してあげねえかんな。はい、まあこれは仕方ないです、今からですよ。はい、エリコレ始めまーす。いくやー、おいらはエリゴレだよー、にゃーっつって。で、ウィザード絶対強いんですけど、メガネトで踏まれるのがね、やっぱりそれだけ苦しいかなっていうので、我慢してもいい。ボイド打ってもいいし、打たなくてもいいか。いやまあさすがにね、一本折れてくれるんじゃない。レイジャー、え、止まるんや。レイジ打っちゃよかったか。いやでもこれもう一回やればいいっていう話なんですよね、単純に。はい、行きまーす。行きまーす。あとはもうね、祈りで。ボイドあれさすがに延命されるんでいらんかな。マジでも考えるな、感じろ、いけ。あのインドラがねちょっと残っちゃうぐらいかな。でまあ俺はこっちも狙った方がいいか。で、右も左もね、もう俺は止まんないよ。行くしかないからね、俺は。シュッシュッシュ、もう本気のね、覚悟。よし、相手がね、やっぱ1枚とかうまいんですよ。対応したらついていけない。はい、無視。形よくない。はい、これがエリゴレです。というわけで、まあ、やってることは終わってるんですけど、はい。はい、はい、まあ一つのね戦術として、存在します。まあ魂言ってもいいよって方はね、ぜひエリゴレ使ってみてください。というわけでまとめますと、第5位から、ロイホング枯渇、ロイジャイドリル、エリゴレですね。はい、まあどれも強いです。はい、まあそれ以外ね、ペッカとかホグとかも、まあ、強いんですけど、個人的におすすめね、トップ5です。まあ少しでもね参考になれば嬉しいです。ではお疲れ様でした。